中島は11月の塩崎との GHC 戦、すさまじいタイトルマッチがありました。ただあれに敗れてからはこれといったテーマがない状態が続いています。シンが連携していくのか、あっとしかし同種になってしまいました。不穏ですね。いやちょっとドキドキしますね。リレーションはいいとは言いません。おっとカシンがやり返そうとしました。ブロックしました。味方同士大丈夫でしょうか。なるほど、ショルダータックル。そして北宮が先頭、中島ランニングローキック、さらに先頭の位置、開脚戦に走り込んでビッグブレス。コーナーのカメラでご覧いただいております。さらにランニングリアタック、出てきてくれましたね。まあ当然この試合はタッグ王座に向けて狙いは杉浦翔、取れました。流れ式杉浦もこらえます。家臣が入ってくる。お、家臣が加勢していきます。お、ダブルのプレマスター、力が入るエルボー、うわー、バックエルボーで脱出。そしておっとコーナーに向かってジャーマー、これは危険ですね。危ないぞ。そしてジャーマン、シアグレッション攻撃開始、凄まじい攻撃だ。いや完全にチャンピオンの杉浦、おーっといった、斉藤スープレックス、これは決まりましたね。ああ斉藤スープレックスで杉浦返せない。